最初の週は私にとって濃い経験を積んだ週になりました。はじめはよく道に迷っちゃった。先週はモンマルトンに行く予定だったのに、私が思っていたようにはことは進まなかった。ショック。私がパリに対して持っていたイメージは古いステレオタイプだったのね。そう、パリがメルティングポットだってことを私たちはすぐに理解できる。さまざまなコミュニティの地区、例えばみんなを一瞬で遠いアフリカの地へ運んでしまうシャトールージュがある北アフリカン地区、ラシャペル地区は私たちをインドに連れて行ってくれる。リトルインディアと私たちを呼ぶこの地域では新たな文化を発見できる。洗練さとグルメが発見できるユダヤ人街は、伝統と近代文化が同居するパリの真ん中の小さな地域、ロジェ通り。そして最後にお寺側の日本人街、けど他にもたくさんあるの。これらのコミュニティが何年も前から共存していて、世界で最も大きなメルティングポットの一つとなった今日のパリを形作ってる。すごい。これは全然想像してなかった。外国人は私だけなんじゃないかしら、なんて思ってたから。